日産、キューブ。キューブは、日産自動車が製造、発売している、トールワゴンである。その名の通り、スペース重視のコンセプトを持った車だが、一般的なミニバンよりもボンネットが際立つユニークな、スタイリング。日産の事実上の親会社で、アライアンス関係を結んでいるルノーと、共同開発したプラットフォームを使用している、マーチやルノーモデュスト共用。 第28回の東京モーターショー1989年開催に出品されたコンセプトカー、シャポーからデザインコンセプトがスタートしており、2代目以降は窓の数、ピラーの位置などボディシェルが左右非対称に作られているのが大きな特徴。そのスペース効率からか小型タクシーとして採用されることもある。社名ロゴは日産共通のフォントである。 NE-01 ではなく、独自の書体を使用している。初代の初期はコンスタントにつき1万台以上を販売しており、登録台数1位を記録したこともあった。そのため、当時は、生産工場では休日出勤も、毎週行っていたほどの売れ行きでもあった。生産は当初は、村山工場で行われていたが、閉鎖後は、追浜工場へ移管されている。 Z10 型キューブは、K11 型マーチをベースに開発されたため、フロアパネルが二重の、いわゆる上げ底になっている。この Z10 型をベースに、富田夢工場によるカスタマイズモデル、トミーカイラ M13C を発売している。三岡自動車からも Z10 型をベースに、ロンドンタクシーの外観を模した、優雅が販売されていた。3列シートのストレッチ版。 BG11 型については、日産、キューブキュービックを参照。従来型、Z11 型の、キープコンセプトとしながらも、使い勝手と、室内空間の向上を狙って、従来の B プラットフォームの改良版が採用された。全長をプラス 160mm、全幅をプラス 25mm、全高をプラス 10mm、ホイールベースを一気に 100mm 拡大した結果、一回り、 大きくなったが、それでも日本市場がメインとされるためごナンバーサイズはキープさている。なお、今回のモデルチェンジで3列シートのキューブキュービックは廃止された。月間目標販売台数は4200台と発表されている。エクステリアは水平基調としながらも、直線を極力使わずに局面を多用することで豊かさを強調。デザインモチーフに、 ブルドックがサングラスをかけた姿を上げるなど、愛嬌のあるキャラクーをも目指した。左右非対称デザインの横開き式、バックドアやリアコンビランプは継承され、一目でキューブとわかるデザインとされた。一方、インテリアに関してはジャクジーをモチーフにしつつも随所に波紋のアクセントが取り入れられ、波打つようにラウンドしたインパネ周りが、バスタブのカーブのような開放感を演出していい。また、 コンパクトクラスでは、珍しい縫製シートも採用し、シートバックの高さやクッションの厚みと長さを拡大。従来型以上にリラックスできる座り心地を追求している。リアコンビランプとハイマウントストップランプは、製造コスト削減の理由で、先代後期型の LED から一転し、白熱電球になった。2代目前期型以来。エンジンに関しては、従来、 前輪駆動車が HR15 で E-4WD モデルが CR14 でと分かれていたが、今回から全車が HR15 でにエクストロニック CVT の組み合わせとなった。なお、HR15 では、旧、排気効率を高め、エクストロニック CVT にはオイルウォーマーを装着するなどして、省燃費化対策も施されている。また、 2011年度の義務化に先駆け JC08 モードに対応している。なお、リアには2代目ティアナ以降の車種に採用されているエクストロニック CVT エンブレムが付けられた。キューブ発の試みとして、障子をモチーフにしたスタイリッシュガラスルーフ障子シェード、ロールカーテン、上位グレードのみ、標準やプッシュエンジンスタートシステムも新たに設定した,た。 この型から後席中央席の三点式、シートベルトとヘッドレストを全グレードに標準装備しており、2008年時点で同クラスで後席中央席の三点式、シートベルトとヘッドレストを標準装備しているのは、この Z12 キューブとスズキスプラッシュのみである。ディーラー用カラーサンプルに宝富井製の車玩具、トミカが使用され、 実写発表の翌月にトミカの通常発売も行われた。このサンプルはティーダやノートでも後に同様の方式が取られている。従来型で人気だったオーテックジャパン仮装車、ライダーやライフケアビークルはこのモデルでもラインアップされている。今までは日本市場1000倍だったが今回から北米2009年春や欧州2009年秋、韓国 2011年夏季でも発売を開始している。社名は各市場とも日本同様にキューブ。日本での発表同日からアメリカで開催された2008ロサンゼルソートショーでは現地の保安基準に適合した北米仕様も公開された。日本仕様と比較するとコラムシフトがフロアシフトにフロントシートがベンチシートからセパレートシートに そして前後バンパーのデザインが変更されている。また、エンジンは、バーサと共通の MR18 でを搭載し、6MT も選択可能となっている。英語で立方体という意味、2007年、日産自動車とレコード会社である、ワーナーミュージックジャパンが、新ミュージックレーベルを発足。車種ブランドを活用したミュージックレーベルは、マツダトリビュートのトレビュートリンク、 ソニーミュージックエンタテインメントと提携に次いで2番目。このレーベルから発売される楽曲は2007年1月よりキューブの CM ソングとして使われる。第1弾アーティストは、あやかと小袋が結成したスペシャルユニットのあやか小袋。第2弾アーティストは、ナナムジカが、のダメカンタービレとコラボしたナナムジカのダメオーケトラ。第三弾アーティストはスーパーフライが、 オーストラリアのバンド JET と組んだスーパーフライ j e t 第4弾アーティストはオーディション番組逸材出身の春がヒット曲バッドデイついてない日の応援歌で人気のミュージシャンダニエル・パウターと組んだ春ダニエル・パウター。第5弾は第1弾アーティストである綾香小袋を再起用した。ちなみに正確なる第1弾作品は非売品である 日産の販売店で2007年1月20.21日のキューブデビューフェアのみに配布していた、あやか、小袋セクションドライビングミュージック、あやかと小袋一人二曲ずつ選曲した CD である。2007年3月30日に東京ミッドタウン内にオープンしたデザイン施設2121 21デザインサイトの併設ショップ、キューブをモチーフに 日産自動車デザイン本部が制作し、佐藤拓がロゴデザインを担当した。車体は同施設のテーマカラーである水色。ミッドタウンガーデンに2台設置され、2 1 2 1 9フーズでは、飲料、軽食、2 1 2 1 9グッズは、展覧会関連グッズを販売している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。